岡山県立倉敷天城中学校、高等学校は、岡山県倉敷市、藤戸町天城にある県立中学校、高等学校、併設型中高一貫校、文部科学省によるスーパーサイエンスハイスクール研究指定校、創立100周年を超える伝統校、かつて倉敷清涼高校、倉敷南高校、倉敷古城地高校の4校間で、 総合選抜を行っていた名残で、今でも倉敷四校の総称が使われることも多い。また、私立学校として創立したため、創立者が存在し、学校敷地内の鉄券会館前には、大塚香織の業績を後世に伝えるため1920年に、混流された大塚君妃がある。秘文及び大事は後に総理大臣にもなった。 岡山県出身政治家の犬飼竹氏によるものである。また、現在でも学校には、彼が残したと言われる、鉄拳精神という言葉が残っており、その中に出実合剣と、不等不屈、勤勉立候がある。中高一貫校化に伴って、大学進学重視をさらに鮮明に打ち出しており、中高一貫の一期生の卒業時の、難関大学合格者数の向上を目標としている。 理数教育に力を入れており、スーパーサイエンスハイスクールにも指定されている。2015年度卒業生の進路は、国公立大学へ155名が合格し、特に地元の岡山大学へ最も多い33名が合格している。近年は、東京大学や京都大学へも毎年数名の合格者を出し、2014年度は東大に4名、京大に4名合格している。 岡山県所属中学校土俵、教育開発オンライン。2020年10月10日閲覧。進度状況岡山県立倉敷、天城高等学校2016学校案内、岡山県立倉敷、天城高等学校。ありがとうございます。